わこそは。サハラの声フェチさんいらっしゃい。一月ありがとう。タスケさんいらっしゃい。そなたがシドの連れてきた入り用人、よくぞここまで来てくださった。サラさんいらっしゃい。わしはゾーラ族の王ドレファン、ドレファンであるぞよ。わこそは。わこつ、アプデでフレームレート安定したらしいね。アプデで？ああ、ニコニコの？そうなの？綺麗になったってこと？千尋さん、ごこめさんいらっしゃい。気まぐれさんいらっしゃい。奈落さんいらっしゃい。スターウォーズのあれ。そなたの腰のもの、それはシーカースト。あ、ゼルダのね。うんうん。あの、アプデ来てたわ。ニコニコベタベタ。よく見たらそなた。ハイリア人の英傑リンクではないか。ただいま、王の死。わしを覚えておらんかな。チカさんいらっしゃい。おかえり。そっか、シドはまだ分かんなかったんだね。リンクがあの英傑その人なのか。母様、棒読み上ご機嫌うるわしゅ。ご機嫌うるわしゅ。バンタさんいらっしゃい。そうだ、確かにそう聞いた覚えが、これは驚くべき出来事かもしれないぞ。スペイン国王来日、ウィンドさんいらっしゃい。そうなんですよ。夕食会よりね、みんなとの時間を取りましたよ。ハイリア人の英傑リンクが今ここに、まさしく驚くべき出来事ぞよ。それにしても懐かしい。これかつて幾度もあったであろう。ロクちゃんいらっしゃい。命運が尽きたと聞いていたが、生きておったぞよの。うん。サラさんいらっしゃい。チクリンさんいらっしゃい。ネタバレ見たくない。ジャナさんいらっしゃい。ここまでは行ってないの？まだ最初の方だよ。長すぎる眠りに。魔法強手術したんですか？アタちゃんいらっしゃい。そうなんです。なんと、どれだけ長き眠りに、わしのことを覚えとらん様子なのはそのせいか。まだ初めて一週間経ってない。あ、そうなんだ。我が娘ミファのことを覚えておるぞよ。ミファ？ん？まさかミファのことも忘れてしまったと。あんなにそなたと仲の良かったミファを覚えておらんぞよか。この里の風景、ミファの像を見ても何も思い出さんぞよ。悲しきかな。ロクさんいらっしゃい。何かのきっかけで思い出すこともあるかもしれん。うん。ここで姉上のことはリンクも混乱していますぞ。おお、そうよな。それにしても知らずに英傑を連れてくるとは、指導前もやるぞよ。やっぱワンピースだこれ。ミチティさんいらっしゃい。あの可愛い魚っ子かな。そうそうそう、うん、あの思い出アルバムに出てきたね、あれが一人。うっふ、ジャブフフ、ジャブフフフ。リンク、そなたも大変であろうが、わしの話を聞いてほしい。水の真珠バルッタが、あれだよね、強いやつだよね。担当直人に言うと、わしらだけではどうにもならんぞよ。でっかいロボ。そなたの力貸してはくれまいか。あれかな、ゾウさんみたいなやつかな。なの。バコツ。これ、なん、マンタかな。そうそう。ノラウサギさんいらっしゃい。お待ちくだされ、ドレファンを。アイリア人に助けを求めるなど、ゾーラのヒレが折れるというもの。マンタっぽいね。ムスリ、ゾーラのヒレ折れなどと大げさなこと。言葉を慎め、ムズリ。リンクは俺が頼んで里に来てもらったのだ。この大雨の中、頼れるのはアイリア人しかいない。この前、皆で決めたではないか。彼なら俺たちに力を貸し、この里を救ってくれるに違いないぞ。そうぞよ、リンクは紛れもなき英傑。今はこの里が、いや、ハイラル全土が水に飲まれるかもしれぬ危機的状況。うん、謙虚にヒレを畳む時ぞよ。表現の仕方面白いですね。ドレファンはもう忘れになられたぞよ。ハイリア人どもは信用できませんね。
100年前古代文明の力なぞ持ち出してハイラルをこんなにしてしまったのですぞ。 TNT さんいらっしゃい。お魚さんは時々難しいことを言う。そうね、しかも、うん、もう随分前に終わらせたイベント会話だからそうなの今ここです。私配信のために撮っておいてます、メイン声。しかもミファー様まで帰れぬ人となってしまった。これジーヤ的な存在やな、ムズリ。ん？リンク、ルッタは水の真珠、無限に水を生み出す力を持っておるぞよ。最近突然水を吹き上げ出したせいでこの辺り、うん、雨ね、止んでほしいんだよね。山の上登れないからさ、ツルツル滑って。もともと我らゾーラにとって水は空気も当然、それだけなら困ることもなかったぞよが、東にある貯水湖が溢れそうなの。危ないね。あららららら、川下に住む者たちにも甚大な被害が出るぞよ。あ、うん、また真珠が吐いておるぞよ。ほらほら、ゾウさんだよ。あおほとんど機械ですね、真珠といえども。そうだね、ずっとこんな天気かな。ゾーラの里はでかい。でかいね。これを解放するんだね。今操られてるからね。ガーディアンの親玉みたいなのだし、うん、わら。水の真珠バルッタ、そなたらの姫ゼルダ殿は薬剤が現れる前に真珠についてもよく研究されておったぞよ。ゼルダ殿の書かれた書物によれば、ルッタの肩に見える装置、あれが電気によって水を制御するからくりらしい。肩だが今暴走して電気が流れておらんぞよ。うん、セゴン G がルッタの肩に電気の矢を当てた時は水が弱まったらしい。うんうん、いらっしゃい。だが俺たちは水星の一族セゴンジートで電気の矢を使うには限界が。結局ゾーラには使える電気では足りなかったのか、ルッタの水の勢いは戻ってしまった。だからそれならばと俺が助けになってくれるハイリア人探しに出たというわけだぞ。シド様かっこいい。かっこいい、いいね、シドね。だぞだぞ。もう言わなくてもわかると思うが、リンク、電気の矢でカラクリを起動させてくれ。スイッチもまだ買えないのかな。久保潤さんいらっしゃい。昨日かおとついまたアマゾンで買えるっていうツイートは見たよ。もうあれ遅いかもしんないけど、もちろん俺がサポートする。一緒にルッタを止めてくれないか。何、お主ゼルダ殿の導きで真珠の中に入り沈めようと思っていたのか。ゼルダ殿は生きておられるのかぞよ、ハイラル城で。なんとなんとそうであったか。100年前はあのような結果になってしまったが、真珠の中に入りこちらの手に取り戻せばガノンを封印する手助けになるやもしれんぞよ。私は普通にツタヤで買えたから、うん、そうだね、やっぱり運が良ければ売ってるところにね、出会えたらすぐ買うの感じかな。穴場って何なんだ、やっぱツタヤとかなのかな。レンタル屋さんとか、まあゲオは結構ゲーム売ってるイメージですけど、あとはあれだね、なんかイオンとかさ、逆にああいうとこないのかな、ちょっと端っこのおもちゃ売り場とか。リンクにもそんな目的があったのだな。よし、俺も協力するぞ。暴走が止まれば乗り込むことができる。じゃあ一回あれか、電気の矢で肩の装置を打ってから、ルッタを沈める。うん、わかった。リンクありがとうぞよ。我らの目的がほぼ同じとは、これも運命なのかもしれぬな。
善は急げと言うぞよ。そなたにこれを受け取ってほしいぞよ。お、泳ぎスピードアップだっていいね。代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男にぴったりのサイズで思いを込めて作る鎧。なんと滝を登ることができるようになる。まあ今月くらいでさすがに買えるんじゃないかな。流用性上位の鎧きた。婿。これはリンクにはぴったりなのかな。どうか大切にな。ドリワンをゾーラの鎧を渡すのですか。それは代々ゾーラ族の王女が将来婿になる男に渡す誓いの鎧。ミファー様が自らの手で作られた大切なものですぞ。それを英傑であったといえ何の関係もないこの男に渡すなど何たること。あんまりです。わしは納得いきませんぞ。泳ぎ加速と滝登りはすごく助かりますよ。本当？滝登れるのいいかもしれないね。むむずりめ、あれは我が娘ミファーの教育係だったぞよ。わしら肉親と同様にミファーのことを心底大切に思ってくれておるのだ。大厄災でミファーを失った時、ハイリア人嫌いが決定的になってしまうんですよ。そっか、仕方ないんだね。エドウィンさんいらっしゃい。ムズリの失礼を許してやってほしいぞよ。うん。お馬さん見てきた。お馬さん？なんか大きいお馬さん捕まえたよ。情報耳に入っちゃう。ごめんよ。バッテンを押す勇気を。ブラザーを閉じる勇気。ブッダを沈めるのに必要となる電気の矢をムズリに探しておく。さっきね、もらった1個。ムズリは俺が説得する。あ、あれはムズリじゃないか。正ヒロインかと思う。異ヒロイン力の高いねえ。シド、あの話をするつもりぞよな。下の広場にいるぞよ。ヒンバ買ったらしいよ。ヒンバ、そなたもいてやってくれぬか。説得にはそなたが必要ぞよ。はーい。メス馬。メス馬？広場？ん？あそこにいる。競走馬の引退した子。あ、本当の馬の話？ゼルダじゃなくて？もうこんなとこまで来たずらか。お前に用はない。ムズリを聞いてくれ。お前に黙っていたことがある。ご飯が美味しい的な。本人を前にして言うのもなんだが、リンクこそミファー姉さんの思い人だったのだぞ。俺はその頃まだ小さかったからわからなかったのだが、父上からは何度も姉上がリンクのことを思っていたという話を聞かされてきた。モノ悪いな、じいちゃん。そんな作り話を簡単に信じるムズリではございませぬぞ。ミファー様がこのようなハイリア人を思うわけがございませぬ。現にこやつは何も覚えておらんのですぞ。このミファー様の像を見ても何も。本当だムズリ、お前は知らんだろうが、夢で見たけどいい子だった。うん。あっちの方も小さかった。うん。この話から王子は100歳以上だけど、他の100歳以上キャラより若々しい。そうだね。わこそは、レオンさんいらっしゃい。FING とレゴバットマンの映画見終わって、カフェでアップルパイな。あ、思い出した。冬眠してたのかな。なんや、ゼルダ姫というものがありながら。こうしてると出会った頃のことを思い出すね。あなたはまだ子供で、ゾイド無茶してすぐに怪我をして、声かわいい。私はこうしてあなたを治してた。ハイリア人のあなたは画面で隠した。気がついたら私よりも大人になっちゃってたけど、私
あなたの傷を治してあげられるの。嬉しかった。ペラペラ気になる。ハムハムしたい。ミファーのペラペラハムハムしたい。幼馴染キャラです。幼馴染なのか。復活するかもっていう厄災ガノンはわらわら。どんな相手なのか、どういう戦いになるのか、詳しいことはまだわからない。でもどんなに過酷な戦いになったとしても、みんながあなたが傷ついてしまった時は私が治す。何度でも、かわいいね。どんな怪我でも私はあなたを守りたいから。厄災ガノンとの戦いが終わったら、そうしたら子供の頃みたいに、またお魚さんなのに可愛いな。ここへ遊びに来てくれる？死んじゃったと思うと辛いな。行く行く。遊びに行く。毎日来る。オメガ。ん？どうしたリンク、大丈夫か？生まれたての稚魚みたいにフレフレと、どうしたゾラ？ミホは思い出した。ノモ、バカにするな、アイリア人。そんな都合よく思い出したりするわけないゾラ。とにかくこのムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じぬぞ。証拠があるというのなら見せてみるゾラ。証明できれば電気の矢を集める方法でも何でも教えてやるぞら。え？証拠？似顔絵描こう。弁護士バッジ。あ、逆転裁判のように突きつけよう。ぴったりってことか。来たら白王子の言葉を笑くらえくらえ。ぴったりやねんってことね。はい、来ました。ムズリ、リンクの着ている服をよく見るんだぞ。ん？服を変えてこいと、わしはお前のことなど。なななそれはさっきのゾーラの鎧。ゾーラじゃねえし。ミファー様ご自身が手ずから作られたもの。なんとサイズがぴったりだぞら。これはどういうことぞら。ほう。これでわかっただろう。姉上の思い人が誰だったのか、誰のためにこの鎧を作ったのか。この鎧がリンクにぴったりなのが何よりの証拠だぞ。昔からハイリア人嫌いだったお前には言うなと、ミファー姉さんが口止めをしていたそうだぞ。さあ協力する約束だぞ、ムズリ。電気の矢をどうやったらたくさん手に入る？自分がプレイするとき、バンバンスキップしそうでごめんなさい。お前のことだ、もう調べてあるのだろ。ミファー様はこの者のために鎧を作っておられたとは。悲しいな、アジハイリア人の助けを借りるのは嫌ぞろが仕方ありませぬ。わしもゾーラの男。セリフ前の無表一度吐いた泡には責任を持ちますゾラ。いらっしゃい。一度吐いた泡、電気の矢がたんまりと手に入る場所を教えましょうぞ。一度吐いた泡、笑第13、そしてその先端の試しの岬。その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いてるぞら。わしらゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしいもの。そうか、獣人ライネルか。あいつは電気の矢を使う魔物、奴から電気の矢を奪うということだな。凶暴だがリンクならなんとかなるだろう。あいつか。20本以上は必要。じゃあ打たせて回収って感じかな。わこそへい。わこそへい。浜地さんいらっしゃい。お前に集めることができるぞらか。みたいなやつですね。へえ。ソハが前にボコボコにされたやつ。あいつ。マジで勝てるかな。ちょっとは強くなったんだよ、あの時から。ハートもハートあと2個増やせるから増やそうか。いける。
ライネルさんのとこ行くんだ。行く流れみたい。何を言うんだムズリ、大丈夫に決まってる。防具も強くなったし、見てない、うん、里の東の滝を登るのが近道。地上最強のジャコ、うん、地上最強の座右。俺は神獣のいる東の貯水湖で待機をする。電気の矢が20ポイント集まったら来てくれ。はい、分かった、任せろ。寄り道しようかな。あそこね、ちょっとチラッと見てくれる？本当？わらわら。東と言ったら？王子、ここのことかな。って思ったけど慣れるとかっこいい。わら。最初からかっこよくない？寄り道すぎてメインストーリーどうしたらいいかわかんなくなってます。ここっぽくない？近くの木に矢が刺さっているので。こっそり取れば大丈夫そっか、反対や。え、反対？コツつかむ前に食料尽きたけどね、はははは。東合ってたわ、ごめん。あ、合ってたよね、びっくりした。東って言ってたからさね。いってらっしゃい、だって。あ、じゃあでいらっしゃいか。勝てるのかな。ソハラ、この人何もしてくんない。そこ増え窓あるの。黄色のマーク出てるから分かりやすいです。出口を出て滝を登るんだぞ。出口を出て滝を登るんだぞ。ポカポカマス。ポカポカマスがあるマス。ひんやりマス。ゾーラとゴロンが並ぶ貴重なシーン。ゾーラとゴロン、わらわら。これこいつ何？写真撮っとこう。写真撮ってきてってやつ。あアギプット、さようなら。バコツ、久しぶりに来たけど。ケイカップって何？ケイカップって何？それ聞いちゃう？結構動きが単調だからパターンさえ覚えれば楽ですよ。素材の写真は撮っておくといいですよ。うん、撮っとく。あ、はみ出たけど、まあ、いいか。ぷかぷかます。バコソハラ、タケコさんいらっしゃい。ポカポカマス、わら。さっきのあいつ倒せたからいけるだろう。極の試練。じゃあ、そーっと取るわ。そーっと取る。ケイカップになったんだよ、今日限定でね。ケイカップも取ったんだよ。試練わらわら。ニャンポコさんいらっしゃい。おはよう。あいつに勝てたからいけるでしょ。ね、ライネルナウでツイッターにアップしよう。わら。矢がね、全然ないんだ。買っとこ。200円ですか？あ、3個しかない。ケイカップって別にお胸の大きさじゃないですよね。そうそうね。ボインボインソ、ハラン。うん、ボインボイン。今日は女子をパイの上で。この矢ってさ、更新されるのかな。お金結構溜まってるマスナー。うん、1日経ったら補充されるんだろうか。エイプリルフールなのにソハラさんかわいそう。哀れみないで。勝ちた。帰るときに買っとこう。アイドル前がある。補充やないかな。赤い月で補充。モンスと一緒か。ハイラルマイって初めて。どこに生えてるんだろうね。はい、ひんやりマスが2匹ください。はい、アイプリルフール。いや、例は草刈りしてれば手に入る。あ、そうなの。エイプリル、わら。迫害やん。爆買いする。ひんやりマス、ひんやりマス。ポカポカマス。ご飯がね、全然ないんだよ。ちょっとチラッとライネルさん見て、で、チラッとライネルさんを見て、ご飯作ろう。場所だけね。確
認します。でもやっぱりソハラでないと大きくならないの。何の話。東、わらわら、こっちやな。滝を登る。片手剣持って回転切りしてるとすぐ出るよ。あ、お米。雷の矢って何本ありますか？今ね、そんなにないかな。9本。あ、うちゃ。9本あります。もちろん気分がな。滝を登るって言ってたな。バッタも手に入る。ゲームの進行は序盤ぐらいなの。いや、全然序盤ですね。多分あそこだな。11本なんで余裕ですね。違う？あの敵じゃないの？あの敵っぽくない？今の道で良かったです。ここか。降りてもらった。 Google マップでパックマンできるからやってみて。どういうこと？ Google マップで？あ、エイプリルフールだからってこと？へぇ。せっやで。すごいね。道から外れたわらわら。ちょっと戻ります。 Google は毎年面白いね。わら。ねえ、いつもツイッターでちょこっと見させてもらって終わるかな。あ、ところぼこ保険。雷の矢。オパールでした。そこ降りないと出られないで。雨が。一回戻るわ。この豆知識読んでて面白いよね。で、あの、ちゃんと進めていくとね、さらにこう有用な情報が増えていくの。K-POP デビューした。5時前か。ぽい。今日は朝から歯医者さんなのにセルガで寝起きしましたよ、ははは。行けなかった？飛び散った？どっか行った？私は電気の矢の海にかかわらず神獣バルタに一人突貫する小存ぞら。止めてくれるなよリンク。頑張って。プレイしながら見ればいいんじゃない。あの山のてっぺんですね。そうだね、あの上だろうな。オツでございました。そう、一緒に遊びながら配信も見て。お疲れ様です。オツソファ次も撮ろうかな。熱々。こんなとこ祠。方向が微妙に違う。おつおつにゃんぽこ。そう？こっちだ。多分ね。ミカウです。あれやな。